はい、こんにちは、116ウィンズです。コンオフの主役だったドジャースさんですが、スプリングトレーニングも始まってもなおまだ動きを止めず、今日は先日レイズとのトレードでタイラー・グラスナーと一緒に獲得した外野手マニュエル・マーゴをツインズへ放出しました。オープン戦始まってマーゴもドジャースのユニフォームを着て試合に出ていましたが、まさかのこのタイミングでのトレード、わずか2ヶ月で再度の移籍となりまして、ドジャースで公式戦出場とはならなかったわけですね。大谷、山本両選手が所属するドジャース関連の話題ということで、ヤフージャパンなどでもマーゴ放出の話はニュースになっていましたが、ただなんでせっかく獲得したばかりのマーゴをまた手放してしまうのか、このあたり疑問に思う方も多そうですし、また今回のマーゴ放出に伴う一連の動きも個人的に面白く感じましたので、今回はそれについて話していこうかなと思います。まずは今回成立したドジャースとツインズ間のトレードの全容です。ツインズがドジャースからマーゴ、さらには若手有望株の内野手ライエン・ドンコン、金銭を獲得し、見返りとしてドジャースは2021年ドラフト全体36位指名を受けたことがある内野有望株ノア・ミラーを獲得しています。ツインズはここ数週間右打ちの外野手を探していたようで、マーゴはその条件に合致する選手、なかなか健康を維持できないバイロン・バクストンがセンターに今年から戻る予定ですが、マーゴはその控えとしても機能しそうですし、ドジャースにいくらか金銭負担もしてもらったことで、放映権収益が不透明な状況で安く補強できたことにもなりました。また今回のトレードはドジャースのロースターの枠を開ける目的もありますので、それにツインズが協力する見返りとして長打力のポテンシャルを秘める20歳の有望株ドンコも手にしています。ドジャースサイドとしては余剰気味だったマーゴの枠を開けつつ、打撃面がなかなか伸びてはきていませんが、守備に定評があり、かつてドラフト上位指名も受けたミラーを獲得。ドジャースは若手の才能を伸ばすことにも長けたチームですので、ミラーに何か光るものをもしかしたら感じた部分もあったのかもしれません。とはいえこのトレードにおける中心はやはりマーゴの処遇でしょう。ドジャースの現状のチームにおいてマーゴは余剰戦力気味であり、そこの枠を有効に使いたい思惑があったと考えられます。現状のドジャース外野陣はヘイワード、アウトマン、テオスカー・ヘルナンデスでレギュラーが埋まり、さらにユーティリティとしてクリス・テイラーもいる状況。テイラーもマーゴも共に右打ちですので、対左要因的な意味合いでも役割は被ってしまっています。じゃあそもそもとしてなんでマーゴ連れてきたんだよという話にもなりそうでありますが、これは完全に個人的な推測であるものの、おそらくグラスナーを獲得にあたってはマーゴの契約の引き取りなしではトレードの成立がまあレイズの要求的に難しかったかもしれないのがまず1点。あとはレイズとのトレード時点ではテオスカー・ヘルナンデス獲得は決まっていませんでしたが、ヘイワードにアウトマンと対左に少し課題を抱える選手がいる中で、マーゴはその対左の保険となりそうだった。その時点ではマーゴを運用する気はあったとは思うんですよね。ただそこからテオスカーが、しかもまさか1年契約で加入してくれるとも思っていなかったのもありそうかなと。テオスカーの加入でマーゴは完全に余剰気味となってしまい、 G アセチックによればドジャースはスプリングトレーニングが始まる以前よりマーゴの引き取り手を探していたともされています。ちょっと時間はかかったかもしれませんが、今回それがついに叶ったわけですね。でマーゴをツインズに引き取ってもらったことで空いた枠をドジャースはどこに使いたかったのかといえば、ユーティリティのキケ・ヘルナンデスとの再契約ですね。マーゴのトレードと並行してドジャースは今日キケ・ヘルナンデスと1年400万ドルの契約を結んだと報道されています。ヘルナンデスについては週末くらいに数日以内に移籍先を決めそうと報道が出ていまして、ファイナリストとしてジャイアンツ、エンゼルス、ツインズ、パドレスといったチームが上がっていましたが、最終的にはドジャースとの再契約に至ったと。ドジャースもヘルナンデスとの再契約にはずっと興味あったものの、なかなかロースターの枠が用意できず、特にマーゴの引き取り手が見つからなかったことが大きく影響していたようなんですが、それが今日こうしてマーゴを放出できたことでヘルナンデスとの再契約にもこぎつけたわけですね。マーゴ放出の背景としたキケ・ヘルナンデスを呼び戻したかった、その枠を用意したかった側面は大きそうです。ファンにもチームメイトにも愛される存在であるキケ、今回のドジャースとの再契約にあたっても X にて、ドジャースに帰ってきたよ、ソースは俺とユーモアあふれるポストをしていました。もともとドジャースに長く在籍した選手で、2015年から2020年までチームのユーティリティとして活躍。チームが必要としたポジション全てを守りながら、それなりに打てる点も重宝されまして、特にプレイオフではバッティング面でもインパクトを残した印象のある選手です。2021年からレギュラーとしての出場機会を求めてレッドソックスへ移籍しますが、ただ昨年はバッティング面で大きく苦しみ、夏場まで OPS は6割を下回る有様。さらに昨年は久々にショートで出場する機会もかなり多くなっていましたが、守備面でもかなりチームの足を引っ張ってしまいました。攻守に振るわない状態でトレードデッドラインを前に3年ぶりにドジャース復帰。ボロボロの状態での帰還だったかもしれませんが、ただ移籍後は OPS7 割3分1厘とバッティング面で持ち直し、控えとしては十分すぎる活躍を見せたと言えるでしょう。そして今回再びキケがドジャースに帰ってきたことになるわけですが、現状のロースター見渡しても確かにチームによりフィットするのはマーゴよりもキケだと思いましたんで、この判断自体は納得です。
2人ともキャリアを通して対左の方が成績がいい右打者ですので、そこの違いはほとんどないとしても、やはり一番の差はポジション面。キケの方が外野に加えて内野全ポジションも守れる分、融通が効きやすい点はやはり大きいでしょう。特に今年のドジャースはセカンドレギュラーに久々にフルシーズンセカンドメインでプレーすることになりそうなムーキーベッツ。ショートには昨年膝の大怪我でシーズンを全休したギャビン・ラックスが入る予定となっていて、二遊間に不安が全くないといえば嘘になります。テイラーも二遊間をカバーできますし、ショートを平均以上に守れるミゲル・ロハスもベンチに控えてはいますが、キケとマーゴどちらでもいいのであれば、二遊間に入れる実績がある分、さらなる保険の意味合いも含めてそちらを優先させる判断自体はおかしくはないと思っています。ドジャース的にもこれまでかなりの期間チームに在籍していたことから、キケがどんな選手でどんな貢献をチームにもたらしてくれるのかよく分かっている部分も多いでしょうし、そういった点も含めてよりチームにフィットすると考えたのかもしれませんね。また今回のトレードで追加のコストもかかっていないのもミソです。マーゴは今期の年俸が1000万ドル、さらに来期のオプションが破棄された場合のバイアウトが200万ドルですので、合計1200万ドルが契約上保証されていますが、このうちレイズからのトレード時にレイズが400万ドルを負担することとなっています。ですので当初のドジャース側の負担は合計800万ドルということになっていましたが、今回マーゴを獲得したツインズはさらにこのうちの400万ドルを負担するため、ドジャースはマーゴを手放したことで400万ドル浮いたことになります。で、今回再契約したキケ・ヘルナンデスの年俸が400万ドル。そうなんです、マーゴをトレードしたことによって浮いたお金をそっくりそのままキケとの契約に当てた格好なんですよね。なので追加の負担は特に発生していないと。ドジャースはすでに贅沢税の負担が最も高くなる基準までペイロールが増大してしまっているチームです。もちろん資金力もありますし、チーム強化のためであればそこまで気にしなくてもいいのかもしれないとはいえ、いたずらに出費を増やす必要もありませんので、追加のコストをかけずに今のチームによりフィットする人材を加えることができたとも捉えることができるでしょうか。個人的にはこういった細々とした動きは好きですし、特にドジャースみたいに枠がすでにパンパンなチームがこうやって一つの動きを決めることで次の動きを呼び込む感じ、なんかこういろいろと考えられてて好きだなと思ったりもします。マーゴが悪いわけではないと思いますが、ドジャースファンの方々にとってもおそらくキケ・ヘルナンデスという選手はかなり思い入れもあるでしょうし、広く愛されている選手ということもあってか、今回の彼との再契約は概ね歓迎されている印象でもありますし、ツインズもドジャースのアシストをする代わりとして、そのおこぼれじゃないですけど安く右打ちの外野手獲得という今のチーム強化を達成しつつ、プロスペクトももらえましたんで、うまい立ち回りだったのかなと思っています。今回がこの一連の動きの感想ですとか、あるいはその裏側の考えなんじゃないかと思っていますが、皆さんの意見なんかもありましたらぜひコメント欄に残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。